い、こんにちは、かけむらです。明日、8月15日、ですね、和歌山、大阪、そうですね、兵庫、京都、奈良、三重の、自動車のオーナー様は、車ちょっと避難させておいた方がいいかなーってお伝えする動画です。これはですね、今から2018年の9月の4日に、大阪に来た台風21号のちょっと映像流しますんで、その時ね、もうみんなえらい目に遭って、ノートニスも納車したばっかりの、リスナー様も、もう車ぐっちゃぐちゃになった、言って、当時ちょっと悲惨なことがありましたんで、できたら、立体駐車場あるじゃないですか。風がこう、吹きさらしじゃない駐車場に、車は、一日だけ避難させておいた方がいいと思います。今からその台風21号の映像ですね、流しますんで、ちょっとよかったら参考にしてみてください。はい、こんにちは、赤丸です。今日は、台風21号、接近中で、ただいま時刻は、13時、午後1時ですね。お店開けとったんですけど、お客さん来ないから帰ることにしました。トラックは陽気走っているんですけど、人の姿は少ないですね。おー、来てない。おー、やばい。ちょっと道路渡ろうとしたんですけど、やばいですね。跳ねられて死んでしまうみたいな。やっぱり高いビルがあるところの近くはあれですね、風が強いですね。おお、雨がひどい。なんかめっちゃひどくなってきましたね。靴の中もびちゃびちゃになってきてます。おお、ご注意ください。ここの通り一番ひどいですね。木がもう全滅みたいな。うちの家は看板が落ちてる。風の通り道になっとったんですね。ああ、えぐいえぐい。看板落ちてる。ああ、木が。ああ、シャッターが。窓が。この風のあれが一番ひどかったんですね。あー、看板落ちてるか。何あれ、何が落ちてんねん。あれ、以上、台風21号、台風がね、大阪の右側通過するから、右側通過する台風やばいです、ほんまに。僕もちょっと近所のドンキホーテの駐車場に車ちょっと避難させようかなって考えてます。ま、ほんまに通過する、そうですね、中心が抜けていった後はもう大丈夫なはずなんですけれども、あの映像に出てるのも、ちょうど台風の中心が通過、1時間も風吹いてなかったと思うんですけれども、それ通過したら、まあ、車引き上げてきたら、違うかなと思います。とにかく、そうですね、車、大事な車、立中に避難させておいた方がいいかな、みたいな、動画でした。すいません。それでは、また、また、RX のドライブの動画も撮影してきましたんで、またアップいたしますね。すいません。それでは今日は簡単なんですけれども、失礼させていただきたいと思います。